ベッドルームラディオクラブ始まりました。たけのこタイムズ。こんにちは、バンブーボーカルギターのちなみです。ギターの大吉です。ベースのたくみです。完全に夏になりましたね。マスクしてると体感気温かなんかが39度を超えるらしくて、あ、上がってる、熱中症の可能性がめちゃくちゃ上がるらしいの。でも俺もうガンガンヘルメットしてマスクしてもうこんなんだから。いや、それやべえな。あ、やばいね。頭サウナ、頭サウナ、体日焼けサウナ、ほら見て、やば、全然色違うじゃん。二の腕白いのにそれより下黒。超健康じゃん。でもやだよ、肩真っ白じゃん。初めて見てちょっと引いたわ今。皆さん熱中症に気をつけてこの夏は過ごしましょうね。今回やる企画は久しぶりにみんなで遊ぶコーナーになります。表現力を鍛えようバンブージェスチャーゲーム。ルールは一人ずつお題に沿った問題が出されます。それをジェスチャーで伝えて他のメンバーが何問正解できるか競います。一番正解数が少なかった人には罰ゲームとして全力ダンスを披露してもらいたいと思います。かかってるもんがね、ジェスチャーはいいんだけど罰ゲームがちょっと重すぎるな。ヘビーだよな。俺熱中症になっちゃう、熱中症になっちゃう。私たっくん大吉ね。じゃあオッケー、いいよ。では早速始めていきましょう。私の今回のお題はスポーツです。よーい、スタート。はい、大吉リレー、ピンポーン。次は、はい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 、はい、大吉スキー、ピンポーン。やばい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 、ちょっと待って。はい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 、たっくん砲丸投げ、オッケー。ん、はい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 、何、野球。え、違う。あ、はいはい、あれあれっすね、わかるわかる、やり投げみたいなやつね。ピンポーン。やばい。あ、はいはいはい、たっくん新体操じゃなくて準備体操。はい、オッケー。たぶんそういうことだよね。はい、え、わかる？タックン、今のその後のえ、ヨガじゃないでしょ。違う、ヨガじゃない。ごめん、もう一回やろう。待って、あ、はい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 、大吉。はい、大吉。フィギュアスケート、ビボーン。ガチになっちゃうこれ。チーム匠の正解数は3問、チーム大吉の正解数は3問でした。はい、いい勝負ですね。はい、チームっていうところが、ね、チームって個人なんだな。中盤のこれとかこれとかがちょっと難しかった。なかなかちょっとね、大変だもん。続いてはたくみさんの番ですね。お題は楽器です。セカンドチャレンジ、よーい、スタート。はい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 、第一、ギター、ピンポーン。よし。うわやべ、めっちゃむずいこれ。はい、はい、トランペット。違う、あ、ごめん、ちょっとこれむずいから、パスで。パス出ちゃった。あ、はい、パスとかあるの。はい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 、第一、はい、カスタネット。はい、ミボン。はいはいはい、第一、ピアノ。あ、違う違う、あ、違う、ちなみにキーボード。あ、違う違う違う。よく見て。はい、あ、はいはいはい、はい、ちなみにおこと、ピンポン。はい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 、第一、ベース。はい、当たり。そう。おぉ、ちょっとこれ、え、はい、トロンボーン。あ、ごめん、違う、ちょっともうちょっと帰ろう、一回。あ、じゃあ、別のにしましょう。いや、変わんない。あ、はいはいはい、第一、リコーダー、当たり。なんでわかんない。あ、これ見えない。これ、あ、はい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 、第一、サックス、当たり。はいはい、ちなみにドラム。はい、当たり。いや、めっちゃ難しかった。俺さっきさ、できなかったのこれ言っても大丈夫だよね。これアコーディオンとホイッスルができなかった。ムースって説明と、アコーディオンってこれじゃないの。アコーディオンこれ、ホイッスルの説明も難しかったね。めっちゃ面白かったんだけど、なんかこんな、そう、なんかホイッス、こうだよね、こんな感じで。ホイッスルってこうだよね。ホイッスルってこういうやつじゃないの。ピーピーポーポー、ピーピーポーポー、ピーピーポー、これか、横に出るやつだよね。そうだよ、うん。今回の正解数はですね、私2問、大吉が3問でした、はい、ごめんなさい、俺ちょっとめっちゃ大人げないこと言っていいですか。どうぞ。俺多分4点だったと思うんですけど。ギター、ベース、サックス、リコーダーだと思います。めっちゃ、うわ、
うわ負けたくない。どんな気持ちでも嫌なんだよ。嫌だわ、本当に。クソ難しいですよ、それは。え、うちだとタックでめっちゃ点稼い、稼いで7以上出せばいい。もう第一落とそうだ。第一落とせ。第一落とせ。第一落とせ。じゃあってことは私が2問正解、大吉が4問正解ということになりますね。ごめんなさい。はい、それでは大吉さんのチャレンジです。お題は動物です。それでは行ってまいりましょう。よーい、スタート。え、はいはい。あー、さっくん犬正解。なんで犬ってわかんない。むず。はい、さっくんライオン当たり。のーはい、はい、はい、さっくん、はい、うさぎ。で、私当たり。ねえ、いいね。はい、はい、ちなみに猫当たり。次、はいはい、さっくん、ゴリラ当たり。うわ、次難しいな、ちょっと立ちます。はい、はい、ちなみにレゴブロック。レゴブロック、はい、わかりました。はい、はい、タクペンギン当たり。次ね。はいはい、はい、タクオラウータ。いや、違う。はいはい、はい、マンキー。あー、まあ当たりかな。お、これは違うな。違う。ちょっと待って、進行したくないんだけど。ガチ込み司会者。私が4問、たっくんが8問、大吉が7問ということになりました。大吉と俺が緊張感から解き離れたり。いや、もう本当だよ。こんなにドキドキしたゲームなかったの。罰ゲームはじゃあ私で決まりですね。それではバンブーちなみによる創作ダンス歌うたいです。どうぞ。私以上です。はい、ありがとうございます。どうだった、頑張ったね。これ良かったですね。これ良かったでしょ。ねえ、罰ゲームを受けたのは私でした。ありがとうございます。それではここで1曲聴いてください。ファーストアルバムよりバンブーで始まり。世界中でただ一人すがるものは何一つなくて絶望を感じたよ。泣きそうになっちゃったよ。苦しみの向こうに光があるなら少しだけ期待してみてもいいよね。今を駆け抜けていくよ。青い空見上げて聞き流したいくつかのミュージック。聞きいただいたのはバンブーで始まりでした。続いてはメンバーの個人コーナーに入っていきたいと思います。たくみの好きなものを紹介していくたくみ技のコーナー。おー、はい。というわけです。まだ今日はね、2回目にして特別編なんですけども。特別編早っ。友達の弟さんとか妹さんとかなんか親戚の子とかがコロナウイルスの関係とかでさ、部活が始まるのがさ9月以降になっちゃってみたいな結構多いみたいで、でなんかそれこそこの夏の間に楽器を買って8月中に練習して9月から部活始まって軽音部やるよみたいな感じのことが
どうも多いみたいで、何買ったらいいのとか、おすすめのポイントはみたいな話をちょっとよくもらったりするんで、学生の子はもちろんだけど、なんかこれからこの夏楽器やってみたいぜっていう子に向けて、どういうものを買ったらいいかとか、どういう楽器がおすすめかっていうのを紹介していくコーナーやりたいと思います。セールスマンやで、楽器店でのね、販売員の経験もある私がですね、実際のね経験に基づいてね、確かに確かに、ね、紹介していければなって思います。ただ一個ね、申し訳ないことがあって、あのギターとベースに関しては、あの今日紹介するんだけど、ドラムの子ごめん、わからん、ごめん、だけ許してください。いいスティックを買えばきっといい出会いがあると思いますので。というわけで、じゃあまずね、あのギターとベースね、どっちにも共通することなんですけど、価格帯としてどこら辺からがやっぱおすすめなのかっていうのを説明していくんだけど、人によってね多少やっぱ予算の前後ってあると思うんだけど、個人的に価格帯表を作りました。結構安い金額だと、まあ、1万円から4万円台でアジア製の低価格帯の楽器が買えるんですね。まあ、だいぶ技術とかも上がってきて、この安い価格帯でもいい楽器が買えるようになってきたんだけど、やっぱりちょっと品質が安定しないっていうか、正直言うとちょっと長く使える楽器ではないなっていう、高校3年間しっかり使える楽器なのかって言われると、ちょっと怪しいなってものがなきにしもあらずだと思うし、多分大吉くんとかそれこそ最初そういうねギター持ってたから、まあ、1年でお釈迦になった、お釈迦になってね、最後チューニングするところがポロって外れてね。で、4万から9万円が、まあ、アジア製ミドルクラス、日本製エントリーモデル。いわゆるアジア製のモデルの中では、ちょっといいぐらいな感じのモデルから、その日本製で、ちょっと素材のクオリティとかはこっちより落ちちゃうんだけど、作りがいい楽器が手に入るようになります。うん、まあ、9万、20万は日本製のもうミドルとかハイとか、まあ、結構作りのいい楽器が買えるようになって、ここから、うん、あの、アメリカの要は本場のエレキギターとかちょっと手に届くようになるから。USA! USA のね、そう、作りのかっちょいいのが手に入るようになります。そして20万円以降はハイエンドって言われる、プロとかがもう実際に使っていくレベルのあー、そこからがハイエンドと呼ばれる、はい、定義はちょっと人により定義なんだけど、まあ、日本線とかにおいては、うん、まあこの20万以降かなっていう。俺が今回ね、これから楽器始めたいよって人におすすめするのは、ちょっと足伸ばして4万9万円のアジア製ミドルクラスから日本製エントリーモデルをおすすめしたいと思います、うん、アジアの中でもその日本メーカーの監修とかが届いてる楽器、作られてる楽器とか、うんうん、まあ、それとかその日本製の入門モデルが、日本で作ってるモデルが買えるようになるんで、まあ、ここら辺が本当に長く使うっていう意味でもおすすめかなって思います。だからもし高校3年間続けて、これからも趣味で続けていきたいなっていう時でも、多分ここら辺すごくいい値段帯かなって思っております。うん、はい、質問、その4万円までのお金で買える楽器でも高校3年間で使えるいいものって売ってないの？なかなか難しくて、なんでここを勧めないかって言ったら、いや、あるにはあるんですよ、4万円以内でも、うん、あるんだけど、個体差がちょっとやっぱ激しいのよね。例えば同じ1個のプロダクトの商品の中で同じパーツとか使ってても、作り手とかが毎回違うわけよね。だから人によってはさ、うん、やっぱ荒い、丁寧が存在する、顕著にそこが出る価格帯なんで、うん、要は当たりって言われるんだけど、当たりの個体とかを手に入れることができればいいんだけど、やっぱさ、その、わかんないじゃん、最初。これは楽器として大丈夫なのか大丈夫じゃないのかとか、そういうところもあるから、うん、判断に関してはちょっと後で説明するんだけど、そういうのがあったりとか、なんでちょっとあんまおすすめしたくないかなっていうライン。ただ、うん、あの、当たりを引ければ OK。もしくはここら辺の価格で中古のここら辺の楽器は買えたりするのね。ちょい傷とか、ちょい傷とか、まあ普通に新古品もあるし、それなりに、まあちょっと状態の綺麗な中古とかでも、そう、ここら辺で買えちゃうから、まあ、それも気にならないならありかな。だからここで新品買うよりかは、ね、ここで買うんだったらここの中古を探した方がいいかな。なるほどね。はい、思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、次は楽器の紹介に移りたいと思います。イエーイ。ギターは割と種類が多いので、先にベースを紹介していきたいと思います。いっぱいあるんだけど、もう世の中の主流はこの2本です。これジャズベースっていうのと、このプレシジョンベースっていうのね。パッと見何が違うかあんま分かんないでしょ。分かんない、うん、そこの説明とかをしていこうかなと思います。で、これ俺が普段ライブとかでよく使ってるジャズベースっていうモデルです。これがいわゆる中でも一番ベースとして作りもよくできていて、スタンダードなモデルっていうイメージでいいと思います、うん、で、まあ、このベースはここにマイクが2本これついてるのね。で、このマイクをここでボリュームっていうのがあって、まあ、音量調節とかするんだけど、まあ、これをどっちもマックスにした状態で基本的に使うんだけど、単体でも使えるわけ。サウンドバリエーションもいろいろ出せるし、何よりもどんな音楽ジャンルで使ってもどういうバンドやったりとかしても何でもほぼ当てはまる楽器なの。超万能じゃん。だからほぼ世の中の音楽はこれあればこなせます、なんで基本的に僕的な個人のおすすめ、このネックっていう持つところも細いの気持ち。日本人ってさ、もう俺もなんだけど、手結構外国人に比べて手がちっちゃいから、あんまり幅が広い楽器とかってやっぱ持ちたくない、うん、ってかまあ難しいの、ね、演奏するのが、うん、だからそういった意味でも演奏の面でも優れてるし、サウンドの部分もすごく使いやすいから、最初の1本にはこの種類がおすすめかなっていう楽器です。でこれが
これプレシジョンベースね。プレベ？そう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 。ここさ、なんか違くない？くっついてる。そう、くっついてる。マイクがくっついてるの。これはハムバッカーって言って、要はピックアップが、シングルピックアップが2つくっついてる。マイクが？マイクがそう。だから、簡単に言えば2個で1個みたいなイメージだから、さっきのジャズベースは、マイクが2個あって分かれてたでしょ、こういう風に離れてた、別々に1個ずつマウントされてるから、単体で見た時にこっちの方が2個くっついてるからパワーが大きいので、うん、すごいゴリゴリしたロックな音が出たりとかする。パンクとかロックとかそういう結構ハード系の音楽で使う人が多いからっていう、意外に歌物ポップスみたいなのでも使う人多くて、一概にジャズベースと比較してこっちが対応できる幅が狭いかって言ったらそういうわけでもなくて、これはこれである種のオールマイティーさがある。なんかジャズベースと比較したらロックとかパンクとかそっちの方に寄ってる。ヒゲダンは何べ？ヒゲダンはね、プレベ使ったんだけどね、ジャズベになった最近。ちょっと気持ちいいハードなことしたいよっていう前々から前提がある子だったらこの楽器いいかもしれない。はっきり言ってどんな場面でも使えるのはジャズベースだから、ジャズベースがおすすめです。これから何のジャンル好きになるかやるかわからないよっていう人にはジャズベースの方がおすすめ。はい、いいまとめしていただきました。その通りです。なんでやっぱ見た目的とか好きなアーティストはこのベース使ってるよっていうので、やっぱすごい憧れが強いとかだったらこれ買うのありかもしれない。でもこの2本に関してはその世の中でもすごい定番なので、基本的にこの2本持ってれば割とどうにでもなるかなっていう感じなんで、まあ、どっちでも問題はないと思います、うん、そんなに。ベースに関してはまあそんな感じかな。続きましてギターに行きます。でごめんね、ちょっとギターはあの実物を用意できなかったので、あの下手くそながらね絵を描きました。怖い怖い。大丈夫かな。はい、これわかる、これで。はい、じゃん。あー、タックにしたら頑張った。あ、俺にしたら、ゴールにしたら頑張ったでしょ。そうそうそう、すごい頑張ってさっき書いた。確かに丁寧に書いたのかなって感じがする。ということで、じゃあちょっとこれのね、説明をね、していきたいと思います。はい。番組もそろそろ終わりの時間となってきました。バンブーのことを気になった方は Twitter や Instagram で随時情報更新しておりますのでチェックしてください。バンブー公式オンラインショップもベースというアプリ内で開設いたしましたので、そちらの方も合わせて見てくださると嬉しいです。また本日ですね、ちなみが頑張って踊ってくれました歌うたいの方ですが、 YouTube の方でも配信しております。そしてストリーミングサービスやタワレコのオンラインの方でも音源の方を振っていたりしますので、ぜひぜひ聞いてみてください。番組ではメッセージを募集しております。ベッドルームラジオクラブのツイッターより DM でご応募ください。このコタイムザッと書いてくれると嬉しいです。では最後にファーストアルバムよりゴーストレイトをお聴きください。ベッドルームラジオクラブよりバンブーでした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら、また来週。イエーイ。高い壁乗り越えて走るよ、つまずいて転んだって前しか見えない、まっすぐに進んでゆくから、ウォーウォーウォー。情けない。